こんにちは、ドブルです。よろしくお願いします。今日ですね、鶴岡東高校について聞きたいことっていうテーマでお話をしていくんですけど、こうインスタグラムで質問を募集して、まあ、その質問に答えていくって感じなんですけど、まあなんせ、質問が少ない。もっとしてくれ。頼むわ。なんかさ、YouTuber とかで、こういうことやってる人いるじゃないですか。多分めちゃくちゃ来てるんやろなーって思うんすよ。まあ、せめてね、50個ぐらいこう質問来てくれるとよかったんですけど、10個ぐらいしか来てないんで。まあでも今日はそれについていろいろ話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。それでは行きましょう。ドーベル TV! はい、一つ目なんですけど、甲子園の感想を教えてくださいですね。甲子園の感想。はい、僕甲子園行ってません。自分の代は、1年生の時は、確か2回戦か3回戦負け。で、2年生の時は、ベスト8とかかな。で、自分の代は、準決で負けたんで、これ1回も甲子園行ってなくて、だから、多分、自分の、まあ、入学する前に、甲子園行って、入学してから3年間甲子園行かずで、卒業してから2年連続甲子園みたいな感じなんで、まあなんで甲子園の感想は自分に聞かないでください。知らないです。はい、次、一番きつい練習。はい、まあこれね、きつい練習って人それぞれあると思うんですけど、まあ、走るのがきついとか、まあなんかノックバッティングきついとかいろいろあると思うんですよ。まあ自分走るのとか、冬トレとかは基本あんましんどくなかったんですよね。なんかまあ別にさ、しんどくないって言ったら変ですけど、なんかもうやめたいなとかって思うことは一回もなかったです。ただ一番自分の中できつい練習は、もう白米をひたすら食わなきゃいけなかったんですよ。特に今は体重、まあ68から70キロぐらいあるんですけど、高校生の時はもう57、8とかでめちゃくちゃ細かったんですよ。なんでもう冬になったらもうめちゃくちゃ米を食わされるっていうのがあったんですけど、もうだからその時だけは食べながらずっと、もう野球やめてまずどうしよう、家に帰りたいなって思ってました。ただまあそれ以外で野球できついなと思ったことは一回もないですね。なんで高校で一番きつい練習はご飯を食べることです。はい、次いきますね。可愛い子多いですか？正直なところあんまり多くないです。っていうのも鶴岡東なんですけど、特進科とか、まあ、総合科とか体育科って結構分かれてるんですけど、体育科はもう基本的に校舎が別というか、まあ、体育科だけ固められてるので、なんか他の例えば総合科とか普通のね人たちと絡むことがなくて、だからあんまりその知らないんですよね。どういう女の子がいるとか、まあ部活とかもグラウンドが学校と一緒じゃなくて離れてるので、そういうところでも合わないですし、だから本当にもう同じ学年のクラスの子としかほとんど話さないので、マジでこう青春みたいなことあんまりないですね。まあ、ただ自分は高校時代は一応彼女はいました。なんで恋愛禁止とかではないです。まあ特に寮生活とかしてると、デートとかする時間もないし、そもそも山形ってデートする場所ないんですよ。なんで、もう学校で喋る以外やることないです。なので、可愛い子いてもいなくてもあんまり変わりません。でもまあ、いるに越したことはない。鶴岡東は、マネージャーっているじゃないですか、野球部の。が女の子じゃないんですよ。男なんですよ。なんで、もう本当に、女の子と、接する機会っていうのがほとんどないですね。だからやっぱりそのなんていうんですかね、部活以外のなんかこう他校との絡みとか、普通の一般生徒のなんかこう学校終わったら制服でどっか遊びに行くとかっていうのは、やっぱちょっと憧れは当時はありました。はい、次、寮生活携帯はありですか？これ携帯はありです。なんか結構その盛岡大附属とかいろいろこう携帯なしな高校って多いらしいんですけど、それと全然関係なく携帯は問題なく OK です。ただ学校とかで持って行ったりするのも良くなくて、野球部は学校行ったら朝に全員携帯こう預けて、
授業終わったら返してもらうみたいな感じなんですよ。なんでまあ学校ではあんまり使わないんですけど、まあ寮とかそういうところでは全然使って OK ですよっていう感じですね。はい、次いきますね。冬の練習はどうやりますか？雪は積もりますか？雪は積もるんですけど、鶴岡って日本海側なんですよ。なのでまあ積もるんですけど、そんなめっちゃ大量に積もるわけではないです。ただ練習ができるぐらい少ないわけでもないので、基本的にまあ室内練習場となんか長靴を履いて、まあ、雪の上でちょっとしたキャッチボールとか、こう春が近づいてくると雪を溶かせるためにちょっとこう雪の上をランニングとかサッカーとかしたり、そういうのはあります。ただもうほぼほぼ室内練習場か、あとはまあちょっと土日とかだと体育館が空いてれば体育館を使ったり、まあ、あとはウェイトルームもあるのでウェイトルームでウェイトをしたり、あとはそんな感じですかね。なんで冬練は別になんかめっちゃ走ったりしないんですよ。逆に走る場所がないので、だからマジで米を食うっていうことがきつかったです。それ以外はマジ冬とかそんなしんどくないんで楽ですね。はい、次いきますね。一番強かった対戦高校は、3年生の夏前に戦った日本文理高校ですね。強いね、高校と対戦しても、まあ、全然こう負けることはあるんですけど、ボロ負けしたことがあんまなかったんですよ。ただそのもう3年の、夏のちょっと前かな、春の大会の後ぐらいに日本文理としてもうボッコボコに負けて、しかもなんかエラーとかじゃなくてホームランバンバン打たれたりとか、まあ、飯塚に完璧に抑えられたりとかで、なんていうんですかね、もう格が違うって感じだったんですよ。その時は、うわ、強いなって思いました。なんで、個人というよりは、やっぱ高校としての完成度が高かったっていう意味で、まあ日本文理高校は3年間で強い高校だったんですね。でもそこ、個人個人で見ていくなら、まあ森岡大付属の松本とか、それこそ智弁学園岡本とか、聖光学院のあの、園部っていう選手を見たんですけど、その時のサードもめちゃくちゃ怖かったですね。岡本より近く感じたかもしれないです。なので、ああいう選手が金属バットを振り回すっていう危険。なんで、もう高校生もワンチャン気にした方がいいんじゃないかなと思いますね。マジ危ないっす。はい、次なんですね。入学して良かったこと。高校に入って、まあ、鶴岡東で良かったことってことですよね。まあ、単純にやっぱね、こう知らない土地に行って、まあゼロからこう人間関係を作っていって、こう高校の3年間一生懸命何かに打ち込むって、そういう経験ってあんまりやっぱできないと思うんですよ。まあそういう経験をさせてくれる高校っていうのは少ないですし、まあ自分は本当に鶴岡東高校行って、まあいろんな経験ができたっていうのはすごく良かったなと思ってます。ドベル TV、 まあこんな感じでまあ募集したんですけど、やっぱ鶴岡東高校知名度低いんでちょっとしか来なかったっす。こういう企画をまた今後もやっていきたいんで、もしよかったらね、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。で、あとこうインスタグラムとかもあるのでフォローしておいてくれると、いろんなこう試合情報だったりとか、まあこうやってこう質問コーナーとかもいろいろあるので、ぜひインスタグラムの方もフォローよろしくお願いします。